ヤマルーブヤマハファクトリーレーシングチームの中須賀克之です。日本グランプリは、5回目の出場となります。年々成績も上がってきてますし、年に一度の世界グランプリなので、最後まで諦めずに頑張りますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。